はい、こんにちはくんです。ということでやっていきましょう。今回ですね、見てください。ドドドン。今回は学校マップを作りました。これなかなかすごくないですか？超デカ。超デカい学校マップです。これやばいね。先生バーサスキッズで、校長戦やっていこうかなと思います。まずルールを説明しましょう。ルールなんですが、攻め側は、何回でも分けます。で、守り側は、全員合わせて100回しか分けないです。最初の攻め側のスポンジ点はこの銀のね、この柱の、この鉄の柱のところに巻いて、守り側のスポンジ点は、こちらですね。このヨッシーのところに巻きますと。で、それぞれテーマごとに分かれたね。これなんだ？これ何のテーマだ？ 9、7、1、これ数学か、コンパスか、これ。コンパスだね、これ。わかります？これはソロ版かな？数学の、ビーコン。そして、これは、なんだ？これ美術か。美術ですかね。ちょっとなんか科目が書いてあったんだよな、確か。国数、理社、A。じゃ、国語か。これはクラムボンかな？クラムボンっぽいっすね。はい、これは科学でしょ。これ理科でしょ。科学っぽいし。なんか実験施設備みたいな、フラスコみたいなのがあるし。これ多分、交流茶、アンペアか。直流電流のアンペアのやつでしょ。次、これが歴史。これ金閣寺ですね。これのビーコンを破壊。これビーコンどこあんだ、これ。まあ、なんかどっかしらにあるビーコン破壊。そして、ここは関係ないのか。ここ関係なくてこれが英語だね。なのでこの1、1、A、数、国、理、社、これを破壊すれば、まあ、道が開けると、この上への道がね、まあ、開けるということだな。上への道が開けるので、その道を開いて、教団の上のこのビーコンを破壊したら勝利という形になります。はい、じゃあやっていきましょうか。これ何分ですか？これちなみに結構分数かけます。7分です。あ、了解です。教室見るとお腹痛くなる。うんきゃ、よし。あー、いじめられてる。消えろ、死ね。学校来んな。不登校決めてるから学校とか3年ぐらい教室見てない目。50人クラフト、みんなね、こう、ツイッターとかで、推しは、なんか誰だとか、GM9 だとか、ビッキーだとか、なんかいろいろ言ってるけどね。あ、みんな、人生どうしようもない奴らしかいません。もうクソの集まりっす。陰キャのテラスハウスだから、この50人クラフトも工場戦も、陰キャのテラスハウスです、これ。そういうことなんですよ。真実はそういうことなんです。で、皆さんぜひ虚像を楽しんでいただければなと思います。ね、この旅メイドちゃんも間違いなく女の子なんですよ。みんなで楽しもう。じゃあ、ちょっと行きますか。早速じゃあ、レディーやりましょう。レディーでお願いします。これやばいな。これやばくない？これ、よう作ったね、この辺とか。え、だから、後ろ透けてんのか、これ。うわー、すごい！1時間目、工場戦、2時間目、サバイバル、3時間目、かくれんぼ、4時間目、人狼。地獄だな。力水、TKC、ドクペ、んま、ライト、バイ、デッドバイデイライ。なんで左から書いた、これ。うん。まあ、ちょっと後読めなそうだね。またやってるよ。ねえ、じゃねえ。さあ、こんなもんでいいんすか、これ。こんな散らばり方でいいんですか。まあでもそっか、もう国語とかはもう捨てるって感じか。まあ、確かにこれ、科目の取捨選択必要かもね。変に散らばるよりも、科目を取捨選択して、もうこの歴史のところだけ絶対に守るみたいな。はい。じゃあ、ということでカウントしますか。さあ、行きましょう。まあ、でもどうなんだ、この科学のところとかいない方がいいんじゃねえのか、もう。一箇所絶対守るとかの方が強いような気がしなくもない。はい。ということで、開始です。おー。バラバラに湧いたが、結局ここしか行けない。編成は？赤チームは？ GM9 いるのか。あー、なんか、だいぶボコられるよね、これ。こんなところ出てても。まあ、6分持ちこたえればいいから。もうこれ壊せるだろう、もうこれ。あー、なるほどね。これ上から妨害して、これ、あ、壊した。1個壊しましたね。そしてまだ数学、理科も残ってますね、これ。理科、まだいけてないです、これ。国語だけだね。国語即死って感じだったの。これ結構辛くない？これ、門の。おー、いけた。つぶがい惜しい。で、これ死ぬのどうすんだ、これ。死ぬしかないの。もうなんか絶望みたいになってない、降りた人ですし。つぶがいとバトルになってんだ、こいつら。一部、あ、到達してる。赤到達したね。ビーコンまでもう少しだが。あ、もうビーコンの周り誰もいない。壊せるわ。理科も大丈夫だね。さあ、数学はどうなってる？さあ、守りが復活できません。閉じ込められます。だそうなんですが、大丈夫ですか、俺。守りが復活ができてないらしいです。さあ、英語も襲われたか。さあ、英語も襲われました。残る科目は、もう歴史しかないが、歴史もだいぶやられてる。さらに、手違いによって守り側が復活できない。まあ、なるほど、でもイメージは分かったね。すいません、やり直しで。いや、イメージ分かったから、俺もこれちょっと、戦う側に参戦しようかな。これ、戦う側に参戦できそうだな。なるほど。で、全部壊したらどうなるんだ、これ。全部壊した？あー、もうちょいじゃん。上に行ったところにあんのか、これ、飛び降りたところに。なるほど。これはなんか参加しそうがなんかこれ面白そうな気もするね。あとちょっと落ちないと入れないぞ。ここに入らなきゃいけないんだ。ここに入るには落ちるしかない。落ちに行った。レッドヨッシーが止める。
そしてあー全てのビーコン破壊されました。15秒後にはしごを設置されます。え、こっからですね。あーなんか湧いてる湧いてる、なんか湧き始めたぞ、湧き始めた。あ、ここからが本当の勝負か。続行でしょこれ、これ続行しましょう。さあ、ここからが本当の勝負です。はしごが設置されました。おー、さあ、はしごから登っていく。これどうなってんのこれ。なんか かなり複雑な構造になってんのか。あ、でもなんかカエルくんすごいね。カエルくんすごい。おーおー、やるね。あ、チーム9、あ、チーム9が朝日にボコられるところなんで見たくない。あ、死んだ。おー、でもなんか上に来られたらちょっとめんどくさいよね。もうちなみにどこだビーコン。あ、割とこんなところあんのか。この金閣寺とかから撃たれたらめんどくせえんじゃね。この上とかから、こことかから撃たれたら全然射角入るよね。あー、粒が打ってるし。おー、やるねやりますね。なかなか。さあ、一部ちょっと乗り込んじゃったね。なんだ こいつなんか来てないか。アマゾンルームなんか来てたような気がするけど、鉄の防具なんかそんなのあんの。あー、やっぱここが突破できるかどうかって感じだね。逆側も、あー、逆側も突破してる。さあ、だいぶチケットは残っているけど、だんだん押され始めてるね。こうすることで見えないもん。ファマスいんのかよ、赤側。あ、うざ、強。なんかファマス強くねファマス強くね今の。強いんだけど、こいつ。こいつさ、強いぞ。なんか今強かったね。ダブルキルかましてたぞ。さあ、チケット残り半分ぐらいです。2分ですね。意外とチケットは削られなかったよね、なんか。なかなかこれ7分って厳しいんじゃないのか。行きつけないよね。こう、なんとか乗り込んでぶっ壊すよりかは、チケット全部削り切らないと多分これ勝てないと思うんだよ。あと何やってんの、ホモネたちは。ホモネたちはまあ、頑張って向かってんのか。あれ、遠いんだな、多分場所が。場所が遠いから、息を合わせて行きづらいのか。いや、これはちょっとね、なかなか厳しかったですね、これ。金閣寺から頑張って撃ってるけど、やっぱりこれもそこまで功を奏してないよね。功を奏してない。功を奏してない。あまり効いてない感じがします。はい、ということで、青川勝利です。くんさん、復活しません、僕たち。ほんとだ、こんなになんか復活してない組がいるにもかかわらず、負けたと。マジっすか。これは攻め側頑張らんといかんな。はい、ということで、ちょっとね、変えました。この5つのね、コクス、リーシャ、A をクリアしたら、リスポーンが1つ先になります。国語の場所になります。あとは時間が10分になったので、まあ、ちょっとは勝ちやすいかなと思われます。よーし、行くぞー。次は勝つんだ、絶対に。あ、こんな感じになってんのか。おぶねー。見えない、ここ。しんど、ここ。殺せ。落とせ。ぶち落とせ、このトマト。よし、オッケー。まあ、チケット削るのも大事だからな。ここでちょっと割と殺しときたいよね。撃ち合っときたいよね。他の攻略は任せつつ。英語やられた。やったのか。歴史の方行くか。よし、歴史行くぞ、歴史に。俺たちは。ほっ、いける。あぶねー。これ結構怖いな。科学はどうなってる。科学もクリアしたのか。やべ、しくった。うわー、最悪今。ちょうどミスって右クリック押しちゃったな、今。あ、ファマスなんか死んでんぞ、こいつ。大丈夫か。敵陣を見据えてる、ファマスが。ここで。おっ、あー、よし、落ちてった。もう歴史も落ちるんじゃない。俺ほとんど言ってないけど。あー、でも、あれだ、歴史を守ってるな、しっかり。なんか撃てば当たるっちゃ当たるんだけど、何にもなってない感がすごい。なんか時間の浪費感がやばい。攻略できないね、この、金閣寺が強すぎる。まあでもチケット半分にはなってるから、まあ、このペースでいけば、まあ勝てるっちゃ勝てるんだよね。もう何やってんだよ、ファマス。早行けや。逆にちょっと英語側見てみるか。こっちから行った方がなんか逆に打ち込めそうな気がする。もう一発。よし、一人やった。あー、まあいいだろ。まあ、繋いだ。英語青多いから今、金閣攻めるチャンス。まあ、俺が、なんか英語の方行き続けてやるよ。動画に映れると勘違いしたバカどもが湧くから、裏を取ってくれ。おー、残り30チケットです、出た。いいね。勝てるぞ。相手がね、トロールして、なんか攻めてきてくれてるから、残り10チケットです。勝てんじゃね？普通に勝てそうじゃねえか。なんか、自滅してくれたね、なんか。ちゃんと守ろうとしてくれて、絶望みたいになってる気がする。あと、押し込め。相手は多分、守りに徹し始めるぞ。すごい、殺せこいつ。その鶏叩き殺すぞ。どこ行った。オッケー、死んだ。いいね。殺せ。オッケー。でさらに上登ればいいのか。お、なんか来てる。バカおるわ。やくそ、さすがにいけねえか。チケットはなくなりました。よし、殺せ。あと殺したら死ぬだけだぞ、こいつら。よーし、やった今。あー、くそ、これ死んだわ。オーケー。あと3分以内で全滅させればいい。あー、いいね。なるほど、こういう風な勝ち方もあんのか。みんな固まってなかったもんな、なんか。無駄にチケット消耗させて勝つっていう。学校は俺たちのもんだ。俺たちは、虐げられる側だったからな。だからこれで逆転だ。これ殺しに行った方がいいんじゃない？金閣壊さない方が強いぞ。潰した方がいいんじゃね、このまま全員で。敵。金閣から打ち込んで、右の数を減らす。よーし、行け、突撃だ。突っ込め。
うおって死ね、小太郎、死ね、小太郎、小太郎殺せ、小太郎殺せ、死ね、死ね、クズ、やれやれやれ、よし、やったか、いや、やれないなんかさ、ドラゴンボールの戦いみたいになってるな。残り青11名ですよ。もう金貨壊していいぞ。ね、誘われてんだ、つぶがい。つぶがいなんかちょっとかっこいいね。弓が似合う。なんか和服みたいに見える、それ。まあ、もう勝ちだろ。青チーム全滅だぞ。あと4人どこ隠れてんだ、これ。え、残り47秒なんですけど。壊せ。え、これ、ワンチャン逆転負けじゃね？おい、ちょ、金貨壊さないとまずくね。これ負けるのでは？負けそうだぞ。すべてのビーコン壊されました。え、15秒後間に合わないですよ。え、間に合わない、間に合わない、間に合わない。死後は静止されました。3秒しかないんですけど。あ、やっぱり学校は俺たちのものじゃなかったのか。まだ、なんか、レテンのトラウマは終わりそうにないな。神ゲーすぎる。しょんぼりしてる。あー。はい、ということで、残念だったな。